どうしたの？さっきからあくびばっかりしているけど。めへへ、すみません。森がポカポカ陽気すぎてつい眠くなっちゃうんですよね。陽気のせいだけじゃなくて、お昼にお腹いっぱい食べ過ぎたのも原因よ。ペコリーヌ、あんたが人の皿にどんどん乗せてくから。またまた、キャルちゃんも美味しそうに食べてたじゃないですか。シェフィーちゃんみたいに言ってくれたら止めましたよ。だってこの森の魚も果物もそのすごく美味しかったんだもん。そうですね、私も美味しそうに食べる主様に釣られてたくさん食べてしまいました。これほど実り豊かな森はとても貴重です。エルピス島の開拓民もよく食料調達しに来るって話だものね。だからこそこの森を占拠してしまった魔物を撃退しなくちゃいけないんだけど。今は少し休んだ方が良さそうね。あら、どうしたの？突然地面に座り込んで眠くなっちゃったのかしら。そのようですね。それにここはちょうど木漏れ日が差し込んでいるのですね。主様のお隣、ポカポカして心地よいです。本当ですか？私も入れてください。ぬきゅー。確かに日向ぼっこにはちょうどいいわね。むにゃあ、待って、休むなら野営の準備をするから。あら、何かしら。みんなの後ろの地面が動いて。どうしたんですか、シェビーちゃん。難しい顔してないで、一緒に休みましょう。みんな、早くそこから離れて。おや、シェフィー様も、主様のお隣が良いのですか。場所を取り合う必要はありませんよ。私と一緒に、川の字を作りましょう。下に何かが。驚かされましたが、おかげで目が覚めました。早速撃退いたしましょう。武器のオープニングラムです。旋風雷剣詰めてさせて。オーロラサンクチュア聖が一点。エルの牙聖が一点。ライブオンスペシャルステージ。オープニングラムです。任せて。旋風雷剣ダンキマが聖が一点。オーロラサンクチュアリ。ライブオンスペシャルステージ。聖が一点。ここに今が聖が一点。ノーベルグラミナス。ライブオンスペシャルステージ。旋風雷剣詰めて。オーロラサンクチュア。聖が一点。今が聖が一点。ノーベルグラミナス。ライブオンスペシャルステージ。オーロラサンクチュアリ。
くよ。ノーベリック・ラミネンス。あ、魔物が森の外へ逃げていくわ。この森のこと諦めてくれたみたいね。はい、これで依頼は達成しましたね。主様、お怪我はございませんか？主様、草木をかき分けてどちらへ？何かあるのですか？わあ、この辺り草が敷き詰めてあるわよ。それに日当たりも風通しも最高。毛づくろいしたくなっちゃうじゃない。果物も蓄えてあります。さっきの魔物ここでゴロゴロしてたんですね。つまり魔物の巣ってわけね。今はすっかりこいつがゴロゴロしちゃってるけど。主様はここが気に入ったようですね。ならば主様の安眠のため、しばしの間私たちもこの森を貸し切りに。そんなのダメよ。早くギルド管理協会に報告しましょう。少しくらいならいいんじゃないですか。ギルド管理協会も急ぎの依頼って感じじゃなさそうでしたし、今は魔物もいませんし。確かに急ぎとは言われてないけど、でも本当にいいのかしら。主様、睡眠中の体温も私がお守りいたします。にゃー、ゴロゴロゴロ。話してる間にすっかりお昼寝の続きを始めちゃったみたい。そういうわけですから、シェフィーちゃんも一緒にお休みしましょう。むぎゅー。あっ、ペコリーヌさん。そんなに抱きつかれたら苦しい。シェフィーちゃん抱き枕、ひんやりして最高です。もう寝ちゃってる。全然身動きが取れないわ。起きてペコリーヌさん、みんなも。うーん、すべすべ。シェフィーちゃんのほっぺ、おいしそう。はん、皆様と得た勝利でございます。